これが3打席目になります。取りました。野村、初球打ちはライトライナーでした。先ほどヒットを放っている栗原、さあ1球目フォークボール見送ってストライク、アウトコース決まってワンマッシング、投げた。第2球目はボール、投げた、シュート見送ってボール。さあ4球目フォークワンバウンドボール、栗原よく見ています。投げた、変化球ストライク、アウトローへ、スライダーを使ってきました。さあ6球目打った、ピッチャー左へ転がった、ショートボールを掴んだ、一塁送る、アウト。最後は内野ゴロに打ち取られました。中盤終わって4対2、ライオンズ2点リードは変わりません。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは8番細川、ターンボール決まってストライク。第2球を投げました、低め外れてボール。第3球を投げました、かぶった、宇宙間へ持っていった、島ボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは9番高木、この試合3回目のアットバット。第1球を投げました、パームはボール、まずはアウトコース、投げました、パーム打った、ピッチャー抜かれた、センター前ヒット、セーフ、一塁はセーフ、ワンアウトランナー一塁に変わります。続くバッターは佐藤、ここまでヒットは1本、カーブ決まってワンナッシング、投げました、インコース引っ張った、ファン、一塁ランナーをちらっと見た、高木スタート、投球ボール、キャッチャー二塁送球間に合うか、判定はアウト、刺されました。投げた、直球見逃し三振、バットが出ないか。満員の広島市民球場、そのライトスタンドから色鮮やかなジェット風船が舞い上がりました。ここでタイムです。どうやらピッチャー交代を告げるようです。先発の石井、6回2失点の好投でマウンドを降りました森、今日2人目のピッチャーとして登板です。速球見送ってボール、アウトコース低め際どいところ、さあ2球目フォークボール決まってワンエンドワン、投げた、打ちました、ショートのグッドビー、ヒットになります。石原、これで今日は3打数の2安打、バッターはトップに帰って尾形、ここまでヒットがありません。フォーク決まってストライク、ボールカウントワンナッシング、カーブここまで8安打、直球ボール高め、ボールカウントワンエンドワン、投げた、高め際どいボール、ワンツー、一塁牽制セーフ、肩越しに一塁ランナー見た、おっと届け、ワンストライクスリーボールです。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第5球を投げた、打った、掴んだ、セカンドへ送る、二塁アウト、ファーストへ送る、一塁アウト、ダブルプレー成功、セカンドゲッツーに仕留めました。シーツ右打席に入りました。ここまでノーヒット。第1球を投げました、打った、いい当たりだ、一塁へアウト、スリーアウトです。7回が終わって4対2、カープラッキーセブンは無得点で終わりました。ここでタイムを取りました。ここはピッチャー交代でしょうか。天野マウンドを降りまして、沢崎今日3番手としてマウンドに上がります。外野前進です、打った、宇宙間へ、ライト後方ワンバウンドヒットになった、尾崎二塁も狙う、セーフ、二塁はセーフ、尾崎宇宙間を真っ二つに破るキューベース、外側見送ってボール、外角際どい球ボール、ノーツー、打った、センターフライだ、浅い当たり、尾形前進してくる、尾形余裕があります、掴みました、ワンアウト、二塁セーフ、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。先ほどホームランのカブレラ、ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。ライトバック、ライトポール際、ファールボール、投げました、インコース高め、ストレート外れてボール、投げました、あーっと自打球、さあ4球目ゴール、落ちる球外れました、インコース際どいところ、速球見逃し三振、手が出ませんでした。ここでチャンスには熱狂強い和田、ライオンズ追加点のチャンスを迎えています。ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。前田下がった、レフトポール際、どうだ、切れていきます、直球ストライク、ツーナッシング、ストレート打った、宇宙間へのフライ、
島、上空見上げた、取りました。二塁ランナー尾関残塁で終わりました。8回の表が終わって4対2ライオンズ0で終わっています。ここでタイムがかかります。さあここは守備を変えてくるようです。さあプレー再開です。第1球を投げた、高め見送っても、投げた、インコースのボール左で取りました。島、サードライナーになりました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ダロッカ、今日4打席目、内角際どい、ボワンボール、ワインドアップモーション、投げた、あっとすっぽ抜けた。投球3球目、フォークボール見送ってストライク。バッティングカウントから投げた、速球外れました。さあ投球5球目、速球ストライク、アウトコース。第6球を投げました、打った、伸びる、なおも伸びる、見送った、ホームラン。ソロホームラン。そして今ホームに入りました。バッターは5番前田、これが4打席目になります。落ちる球、ボール外れました。ノーストライク、ワンボールです。ワンボールから投げました、膝元変化球ストライク、フォークボールを使ってきました。投球3球目、フォークボール決まって強いの、変化球にキレがあります。投げました、内角低め、打ったセカンドの頭上ライナー、ライト追っていく、ボールはセカンドへ、その間に打ったランナー二塁へ、セーフ、前田ツーベースヒットを放ちました。ここでタイムです。どうやらダイソーを起用するようです。俊足の東で二塁に入りました。インコース引っ張った、レフトへ打球が伸びていく、レフト交代、入れば逆転、どうだ、入るか、諦めた、ホームラン、逆転ツーランホームラン。初球から思い切っていきました。広島市民球場は総立ち、カープ逆転5対4。ここでタイムを取りました。ここはピッチャーを変えてくるんでしょうか。森、降板、長田、今日3人目のピッチャーとして登板です。初球打ち、左中間方向だ。この回交代したばかりの高田、取りました。バッターは DH の栗原、ここまで1安打、打った、ピッチャー前へ転がった、アウト、取れない、弾いた、ファースト送球アウト、3アウトになりました。8回が終わって5対4、カープ逆転に成功しました。ここでタイムがかかります。ここはピッチャーを変えてくるようです。沢崎、マウンドを降りまして大竹、今日4番手としてマウンドに上がります。ここでタイムです。さあここは守備を変えてくるようです。プレーが再開されました。第1球を投げました、インコース、スライダー外れても、第2球を投げた、打った、痛烈な当たり、ライトの後ろ、ワンバウンド、ヒットになった。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、セーフ、貝塚、これで今日は4打数の2安打。ここでタイムを取りました。さあここはダイソーを起用してくるようです。俊足の柴田、2塁に入りました。投げた、打ちました、いい当たり、これは大きい、センターバック、入れば逆転、どうだ、入るか、見上げた、ホームラン、逆転ツーランホームラン。見事に初球を捉えました。広島市民球場は総立ち、意地の一振りで逆転。アウトの変化球ストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目、直球ストライク、アウトローへ、大竹追い込んでいます。低め見送ってボール、ツーストライクワンボール。第4球を投げた、ボール、インコースへ、ツーツー平行カウント、ツーエンドツーから投げた、スライダー打った、ファウル、細川粘ります。投げた、外角低め見逃し三振、これでワンアウト、ランナーはありません。ここまで2安打の高木、流し打ち、ヒット、ボールは中継。さあこれでワンアウト、ランナー一塁、打順は1番に帰って佐藤、投げました、打ちました、レフト前に出る、左中間へのヒット。さあワンアウト、ランナー一塁二塁とチャンスを広げました。さあ1球目、打ってから平凡な当たり、2塁へトス、アウト、これで2アウト、1塁もアウト、ダブルプレイ。9回の表が終わって6対5、ライオンズ再び逆転です。
ここはピッチャー変わるようです。長田、降板、豊田、今日4人目のピッチャーとして登板です。ここでタイムです。どうやらここは代打策に出るようです。ここでタイムを取りました。さあここは守備を変えてくるようです。さあ初球打った、ショート取った、一塁へ、アウト、カーブ、先頭バッター出ることができません。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に戻って尾形、ここまでヒットがありません。投げました、お、速球外れました。尾形集中しています。打った、流し打ち、ファウル、投げました、落ちる球、空振り。さあ投球5球目、外れた、ボール、投げました、打った、ピッチャー取った、豊田、ファインプレーを見せました。ライオンズ勝利目前。第1球を投げた、内角際どい球、ボール。さあ2球目、速球ストライク、外角高めいっぱい。さあ3球目、見送ってボール、シーツよく選んでいます。次は4球目、カーブ決まってストライク。さああと1球で決められるか、フォーク、空振り三振、低めの変化球です。取りました、ゲームセット。今日のハイライトシーンです。勝利しています。実況担当川地直樹で広島市民球場からお伝えしました。